ございます。6月14日金曜日、時刻は11時半を回りました。ようちゃんのオープンハートチャンネルの時間です。パーソナリティはオープンハートから心メンタルセラピスト城間陽子、ようちゃんです。よろしくお願いします。この番組はハートのカラーカードオープンハートカラーを生かして、リスナーさんに気になったカラーを選んでいただき、心の質問に答えてもらいながらコミュニケーションを楽しんじゃおうっていう番組です。はい、メッセージもお待ちしております。メールアドレスは 797fm@ fmginowa.com です。はい、またアプリではレッスンラジオ、マイチューナーラジオで FM 技能を検索して聞いてくださいね。今だとですね、生でツイキャスで生配信もしていますので、そちらからメッセージコメントよろしくお願いします。はい、なんか今日噛みましたね。かなり噛みましたけどね、すいません、天気のせいで、はい、そうですねって言ったりして、はい、はい、じゃあ今日ね、私のお相手をしてくれるのは FM 技能のチャーミングなあかりんです。よろしくお願いします。久しぶりですね、1ヶ月、ちょうど1ヶ月ぶりですよね。5月の10日の金曜日にあかりんがね、初めて、はい、で私のねお相手をしてくれて、ね、それから今日は1ヶ月ぶりの、ね、お相手ですね。はい、なんかでもすごいですね、天気が、うん、ね、なんか雷、うん、そうそう、さっきからね、待合室っていうか放送入る前にもうね 4,5 回ぐらいですね、なんか、うん、ほら地域の情報から、そう、ピコピコピコって言うんじゃないの、あれピコピコって言わないか、なんかね、あの土砂災害とかそういうね情報でなんかすごくたくさんねなっていて、なんか宜野湾ってね、私はね早原に住んでるんですけど、なんか宜野湾もっていうか、まあ全、まあ沖縄全体的になんでしょうね、すごくね警戒レベルが、あ、おー、すごいね、もうメッセージがそろそろ来てますね。はい、高坊さんからですね、おはようございます。はい、沖縄県警戒レベル 4になりましたねっていうことで、そうですね、本当にね注意ですよね。ね、あ、ヤンポーさんからも来ましたね、こんにちは、宜野湾市に土砂災害情報が出てるみたいですけど、うん、大丈夫ですかっていうことですね。そうです ね、先ほどちょっとツイッターとかで冠水情報し、はい、見てたら、うん、椅子の木通りっていうこのすぐ近くの通りも冠水してたり、はい、あ、そうなんですね、はい、そうそう、ハエバルの一日橋のマックスバリューのところもちょっと大変そうでしたよ。 あそこはそうですね、なんか本当に水が溜まるっていうよりは冠水本当にしますよ、うん、一度私も、あ、違うな、そう、出かける時に用事があってどうしてもそこを通らないといけなかったんだけど、うんうん、早めにと思って私30分ぐらいかな早めに出たら、うんうん、ギリギリセーフって言ったら変なあれなんだけど、その後にすごく冠水しちゃって、その後に出たお友達はもうね来られなくなるっていうか、こう通りがもう通れなくなっちゃって、うんうん、そう、回り道をしても回り道もなんかすごく土砂降りっていうよりはなんかね大変だったっていうことで、もう一旦家にね引き返したっていうことでね、会えなかったんですけどね、そういうこともありましたね以前に。でもね今日ね来る時ねやっぱり怖かったです、怖かったっていうかね、早原から宜野湾に向けてなんですけど、すごくね土砂降りなんだけど、ワイパーもすごく高速でワイパーを回してもやっぱりほら中が曇ったりするじゃないですか、うん、車の中って、はい、それで曇り止めのなんていうのあれはヒーターみたいな、ヒーター、はい、そうそうそう、回してね来たんだけど、そうなると、うん、なんか熱風というよりも暑いんですよ ね、 そうですよね、気分がね悪くなっちゃうっていうかね、うんうん、ちょっとね気分悪くなってちゃうっていうほどではないんだけど、やっぱりなんか自然の風が欲しいんだけど、うん、窓開けちゃうとほら大変なことになるじゃん、うん、だから少しもう本当にもう 何センチぐらいのね窓を少し開けてね、風通しをしながらこっちに来たんですけど、それでもやっぱりね室内の中の何ガラスが曇って白くね曇ってきたりとかして、すごく前がね見づらいっていうか、ワイパーもね高速で回してはいたんですけどね、うんうん、そうそうそう、あ、結露しないのでは、うん、冷やせば、そう、冷やしても結構あれなんですよね中が曇っちゃうっていうか、冷房を効いてやるとそれだけまた結露っていうか何ていうのかな、
あの中がガラスがね、冷やすから結露するんじゃないですか。そうですよね。そう、うんうん、そうだからそれができなくて、うん、ヒーターで、ね、ヒーターで、うんうん、ヒーターっていうか普通のほら送風っていうのかな、うん、あれ、そうですね、ね、それを やったんだけど、うんうん、そう大変でした。だからね、うん、もうクーラーもそういう時はちょっと使えないっていう感じですね。うん、そうですよね。はい、高坊さんありがとうございます。気づきましたね。はい。高坊さんからね、車内は冷やせば結露しないのではっていうことでしたけど、結論は結露しますよっていうことですね。はい、じゅんじゅんさんが、はい、コメントくれました。はい、結露します。はい。そうですね。でも本当こういうね、大雨の時はね、安心安全にね過ごせるようにね、皆さん安全運転でね、うん、あのいつもの運転のね速度よりはね、やっぱりねちょっとね落としてっていうかね、うん、あの来て本当に気をつけた方がいいですね、うん、それに私もなったんですけど、うん、はい、なんて言うんですかね、電気系統がもともと弱い車というか、何か少し不備が起きそうな車って、うん、こういう大雨の時って止まりがち。そうですよね、はい、なので、そうそう、なんか故障車が出やすいかったりもすると思いますよ。そうそうそう、うん、あとやっぱりエンジンにね、 雨とかっていうかね、入ると、うん、なんていうのかな、そういう経験はほらないんだけど、うんうん、沖縄であんまりそういうのないですよね。車がほら浸水っていうか、なんていう、浸水っていうのはあれはなんていうのかな、ほら、ね、上まで上がっちゃうっていうか、よくテレビでね見るんだけど、うんうん、でもやっぱりこういう大雨の中だと、うんうん、そういう風になっちゃう地域っていうかあるんでしょうね。そうですね。あ、すごい今ね、ほらパトカーね、サイレンの音がねすごく鳴ってますけどね、なんか気になりますね。今は少しずつね、うん、まあ止んでるって言えば止んだり降ったりっていうか、もう大降りが続いてますよね、うん、本当に油断できないですね、うん、そうですね、安全運転でね、うんうん、はい、なんか天気予報の今日はちょっと天気予報のあれになっちゃいましたね。はい、ではですね、はい、気を取り直して、早速ですね、気を取り直してですね、せっかくなので高坊さんとじゅんじゅんさんにやっちゃいましょうか、やっちゃいましょうかっていうか、画面上でね、動画をね見ていただけているんであれば、ちょっとこのねオープンハートカラーのね気になった色をね選んでいただきたいんですね。高坊さんとじゅんじゅんさん、よろしくお願いします。はい、赤とですね。あ、おお、高坊さん早かったですね、スピードですね。今日は青が気になるんですね、高坊さん。はい、朱色なんですね、じゅんじゅんさんは。はい、ではですね、高坊さん青を選びましたね。雨の日はやっぱり雨ね、青が気になったかな。はい、高坊さん青の中で1から、5の数字の中から何番が気になりますか。あ、2番目ね。高坊さんなんか早い、もうね私のオープンハートカラーの常連さんっていうかなってくれていますね。なんかすごく嬉しいです。はい、2番目引きましたよ。はい、ですね、あなた、高坊さんね、心への質問です。ブルーからですよ。あなたは何をしているとき落ち着きますか、です。はい、うん、高坊さん何をしているときが落ち着きますか。何でしょう、はい、ね、何でしょう、落ち着く、ね、何をしていると落ち着くか、うん、テレビを見ているとき、はい、早かったですね。テレビを見ているとき落ち着きます。何を見ていると、テレビでもね、何を見ていると落ち着きますか、うん、確かにこんなこう、そう、すごい大雨で家から出られないっていうのもあるから、ね、うん、はい、いいですね。あ、うん、はい、あ、テレビを見ているときでね、あ、何でも良いので、あ、高坊さん何でも良いのでぼーっとしていられる、まあそうですよね、うん、ぼーっとしてる時間ってやっぱり落ち着くっていうかリラックス状態なのですごくいいですよね、うん、じゃあじゅんじゅんさんのね朱色っていうのがちょっと朱色が見当たらないっていうか、なんか赤色でもいいです、赤色でもいいですね、はい、じゃあね、赤から、3番目ね、じゅんじゅんさんの質問ですね。じゃあこっち並べましたので3番目なので、あ、これだ、はい、あ、違った、あれ3番目なんだけど、ちょっと待ってね、今私が4枚しか持ってなかったから混ぜ混ぜ押しちゃって3枚にし、あ、5枚にしました。でパーンって3番目、あ、これですね、3番目、はい、これです、これです、はい、お、前にも以前にもこういう質問ありましたね。はい、じゃあじゅんじゅんさんに当てた心への質問です。あなたがワクワクすることはです、ワクワクすること、どうね、どんな時がワクワクしますか、じゅんじゅんさん、はい
ね、赤と今日はブルーの、ね、高坊さんとじゅんじゅんさんがオープンハートコラーでねコミュニケーションをしてます。嬉しいですね、こういうふうになんかね、うん、あのラジオ越しっていうかね動画越しにですね生でこういうふうにオープンハートカラーをね弾いてくれてコミュニケーションができるっていうのはやっぱりすごく嬉しいなっていうかなんかね電波のあれっていうかねすごくねあの近く感じますね、人との距離感が、うんうん、ね、あこの番組を拝聴することですっておーじゅんじゅんさん素晴らしい FM 宜野湾のファンなんですね。じゅんじゅんさんはようちゃんさんのファンだとも思いますよ。 ありがとうございます。お本当に嬉しいですね、ワクワクする時間をこの番組を何あ、ね、拝聴することですと嬉しいじゅんじゅんさんありがとうございます。高坊さんもよってよ、よよこりんありがとうございます。はい、ではですね今日ですね高坊さんの、はい、気になった色、あ一曲いきますか、す、ね、早いですけど、その後にですね高坊さんのブルーとじゅんじゅんさんの赤を選んだじゅんじゅんさんの色彩心理効果をねはい、あの発表というかちょっと私からねお知らせしますね。では今日ですね聞いていただきたい歌がファンキーモンキーベイビーのちっぽけな勇気です。聞いてください。じゃあ曲終わったらすぐ CM 行って、あ、はい、曲終わったら CM 行って、うんうんうん、またオープニングのやつ流してスタートって感じ、はいはい、ありがとうございます。お願いします。すいません、バタバタで。はい、まあ、ちょうどいいぐらいですよね、42分なので、うん、でそれから3分はい、あとじゃあ色彩のブルースね今日は曲決まってるのでちょっと流せないですが色彩のブルースね、マナさんがサックスで吹いてた気がしますね。そうなんですね、マナさん、そう、あのマナさん、あのスタッフのマナが、そうサックス吹いてたんですよ。マナティです、マナティ、ね、先ほどほら、やってたでしょ、ラジオを、あ、そうそう、ね、すごく顔の綺麗な、ね、マナ、そうそうそう、マナティなので、マナティすごい、サックスやるの、そう、なんかもともと音大に行って教えもしてたらしいですよ。すごーい、サックスの先生してたの、ねえ、らしいです。あれ、なんか聞いてみたい ね、 ね、 え、 本当ね、え、生ではやってないのこれ、あ、生ってか、このクリスマスフェスで一回やったのと、うん、番組でたまに披露してくれるみたいで、おお、たまにっていうかね、うん、なんか自分のね番組がモテそうですよね。ね、そうですね。マナティはね、そうすごくねいい感じになって、うん、なんか落ち着いた雰囲気があってすごく顔も綺麗になって、ね、上品な、びっくりするぐらいの美人さだなと思う、あのマナティが思う日本美人型っていうかね、なんか京都の人っぽい感じがなんかするかなって感じですね、うん、ね。すごいファンが多いんじゃないですか、多いと思いますよ、はい、あ、アーカイブでもありますよねって、さすが、え、あ、しきりじん、え、あ、うん、あ、アーカリン、アーカリンって叫んでます、高坊さん、どうも、あのそう、マナさんのサックスは、うん、ツイキャスのアーカイブでも見れるよっていうことでコメントです。そうなんだ、そうそうそう、すごいすごい、うん、あ、その中のじゃああれなんだね、うん、あのジュンジュンさんが言う色彩のブルースっていうのがあれなんだ、そうそう、サックスで弾いてくれ、吹いてるんですよ、うんうんうん、かっこよかったですよ。色彩のブルースってどういう曲かな、そう、あれ色彩のブルースはあれ何だったかな、うん、バンド名どう忘れしちゃったな、あ、私じゃあ調べてみ、あの聞いてみる、うんうん、後でツイキャス見せますね、あんた、ありがとう、ありがとうございます、あ、高坊さんがおー来そうだよホラガイも来そうだよって、あ、そうだ、うん、ホラガイってね、でも難しいんですよ、私ホラガイ持ってて吹くんですけど、もうすごい吹ける時と吹けない時があるんです、ホラガイは、はい、コマーシャルまだ入ってませんよね、そうそう、今まだ歌が入ってる、はい、あ、もうそろそろコマーシャルも入ってるな、はい、じゃあコマーシャルいきますね、
5秒前ですね。オープニング流します。はい、りおちゃんのオープンハートチャンネル後半に入ります。ね、なんかさっきはねちょっとねやんだかなと思っていた、思っていたっていうか、まあ、やむっていうわけではないんですけど、うん、ね、収まっていたかに見えた雨がですね、また今ね、うん、大降りになって、うん、もうガラス越しの風景が白く曇ってもう見えなくなる、なっていますね、うん、もうなんか気に、帰りが私ちょっと気になる、ちょっと怖いですね怖い怖い、40分の距離なのでね、あもう夜まで、あ高坊さん夜まで続きそうですねって、あじゅんじゅんさん明日って曇りなんだよって、雨、うん、え言わらないかな、カラオケ行きたいって、おおじゅんじゅんさんすごいね、雨降りでもやっぱりカラオケ行きたいって、なんかでも気持ちわかるような気がする、ね、スカッとするし、ね、しますよね、はいですね、はい、じゅんじゅんさんがね選んでいただいたのが赤でしたね、うん、赤で心への質問があなたがワクワクする言葉でしたってね、この番組をね見ている時がワクワクしますっていうね心優しいコメントをいただきました。じゅんじゅんさんありがとうございます。そしてね、たかぼうさんはね今日はねブルーを選んでくれました。ブルーからあなたは何をしている時がね落ち着きますかっていうことでね、テレビを見ている時が落ち着きますっていうことでした。はーい、ね、じゅんじゅんさんと高坊さんが選んだですね、あ選んだ色なんですけど、じゃあね高坊さんからいきましょうか。高坊さんがね選んだ、高坊さんはね先日もなんかブルー、あなんか以前にもねブルー選んだかな、グリーンだったかな、グリーンだったかな、うん、でねブルーなんですけどね、やっぱりねコミュニケーションをね楽しみたいっていうのと、あとはもう開放感であったりとかね、自分をねやっぱり受け入れるっていうね、であと優しさとかね、そういうのがありますね。であとはね冷静さとか、でマイナスっていうよりは少しねマイナスな面で言えば、まあ何でも受け入れちゃってノーと言えなかったりとか、あとはまあそうですね融通がね効かないっていうとかね、そういうね時もあるのかなっていう感じですね。あるのかなっていうよりも、これは色彩心理効果なので、その人が何ていうかな、本当は何種類もあるんですけど、これを全部ね読んじゃうとちょっと頭がね混乱しちゃうと思うので、ちょっとねあえてね私がね高坊さんに向けてのキーワードをね拾って、今ねこの色彩心理効果のね意味から取ってみました。なのでね、これをねちょっとね意識っていうかねしてみるといいですね。はい、はい、高尾さん受けることは、はい、そうですね。でじゅんじゅんさんは赤を選びましたね。はい、じゅんじゅんさんの赤はねエネルギッシュに溢れてるパワーとか、あとね何かやりたいことがあればねチャレンジするチャンスでもあるかもしれませんよ。今ね何かしたいなっていう、ねものがあればね行動をねやってみるといいですね。チャレンジ精神、あとね、なんかリーダーシップとかもね、あるのかな、リーダーシップとか、あとね、やっぱり、うん、意欲感もそうだけど、やっぱり行動力が一番のあれなのかな、赤だと。ね、自分でね、何かやりたいことがあったらね、やってみるといいですね。でね、マイナスっちゃマイナスなんだけど、マイナスだと、やっぱり怒りっぽいとか、あと無気力になったりね、するときとかね、あったりとか、あとはね、まあ、強いね感情がありすぎて、まあ、自己中心的に、ね、なったりとかねするとか、そういうのもね赤にはあります。でもねこれマイナスプラスではなくて、自分の中でねやっぱり何かキーワードを一つね拾ってね自分の中で受け入れてみるのもいいですね。はい、こんな感じでね今日もね楽しんでいただきました。あ、そうですね、高坊さんは以前はグリーンでしたね。はい、
でもね、ブルーもね、選んで、やっぱりグリーンも選んでいたので、やっぱりね、ここ1ヶ月も経たないうちにね、そういうグリーンとブルーをね、選んでいただいているので、やはりね、自分自身の、なんか、なんていうのかな、あり方だったりとかね、なんかすごく自然体で、過ごすっていうのがね、キーワードにあると思いますので、ね、高坊さんらしく、自然体で、ね、コミュニケーションを楽しみながら過ごしてください。はい。ジュージューさんもね、すごく前向きな、ね、方でね、パワーあふれるね、方ですね、ですねっていうか、お会いしたことはないんですけどね、なんかそういう感じですね。はい。何かね、やりたいことがね、あればね、行動してみるのもいいですよ。はい。ヤンポさん、前回、俺はピンクを選んだんだって。あ、ヤンポさん、すいません。そうだそうだ、ヤンポさん、ピンクでしたね。はい。ピンクでね、あなたが気になるファッションはでしたね。それで、あなたが気になるファッションはっていうことで、ジーンズと T シャツっていう、だったかな、あれ、ヤンポさんでしたよね。違った、ヤンポさんじゃなかったかな、他の方だったかな。ハートのジーンズをお召しになっている時でしたっけ。あ、そうそうそう、先週の話なんだけど、そうそうそう、今日ね、実はね、その話の続きでね、お、何、ジュンジュンさん、いきなりの今月で56歳になったのかな。お、10万56歳になりましたって。10万っていう、すごい、どういうあ、でもすごい、今月の誕生日だったのかな、ということでしょうね。はい、おー、すごい、56歳、おめでとうございます。もう60歳が目の前50代を満喫してください。でもなんかこういう感じでね、56歳っていうかね、コメントをくれたりとかね、ラジオをね、見てくれたり、SNS をね、立ち上げられるっていうね、すごく、なんていうか、時代に乗ってくれていくなっていうのを感じますね。なんか嬉しいですね。若いっていうかね、まだまだ若いですよね。はい。お、高坊さん。なんて呼ぶんだろう、これ。ゲームとか何かそっちのものかな。ああ、なんかこれ見たことあるね。あのゲーム、そうだそうだ、ゲームで出ていますよね、今。あ、今っていうか、うん、おお、それでゲームを楽しんでるのかな。あ、多分ジュンジュンさんのコメントに対して、うん、このそういう意味か、ありえない数字だからな。あ、デーモン閣下は先輩です。あ、そうだ、これデーモン閣下のあれだよね、漢字がちょっと、あ、デーモン閣下のあれだよね、タコボさんが言ってるこの、あ、そうなんだ、バンドのグループ名らしいです、ね、バンドのグループ名、うん、何だった、知らない知らない、ひらがなでそうだそうだ、世紀末か、あ、世紀末、うん、あ、そっか、そうだそうだ、デーモン閣下だと世紀末っていうあれなんだね、うん、あ、世紀末だ、はい、すいません、漢字読めなくて、時代もちょっと当て字だもんね。デーモン閣下はね、あ、すごいね、でもデーモン閣下、すごい久しぶりですね。ね、久しぶりですねって、お友達では何でもないんですけど、なんかデーモン閣下っていうのは、このネーミングっていうか、それがね、すごく久しぶりだなって思いますね。うん、もうなんとお時間が、ああ、本当だ、あと1分なんですね。でもね、今日も本当に安心で安全で過ごせるようにね、安全運転でね、移動する方は移動してください。はい、でもですね、もう、あ、でも5時あと 2分、あと1分です、あと1分か、はい、ではもう来週またね、お会いしましょう。はい、今日もね、ありがとうございました、タコモさん、ジュンジュンさんね、ありがとうございましたまた来週お会いしましょう。聞いてね、またね。あと1分安心安全でね、過ごしください。はい、すいません、なんかバタバタしちゃったかな。ねえ、なんか時間がなんか余りすぎちゃうっていうのもちょっとあれだったね、今ね。まあでもいいか、いいかっていうか、何か、あ、はい、あ、こんにちは、お願いします、はい、お願いします、こんにちは、はい、どうも。